はいどうも、マシマです。前回アンリアルエンジンを使ってゲームを作りたいということで始めたこの企画なんですけども、せっかく僕絵描けるんでキャラクターのモデリング自分で 3D で作りたいということでですね、今回は 3D の勉強をしにやってきました。教えていただけるのはこの方です。ヒストリアの黒沢です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段はテレビゲームの、開発などをしていますが、今回真島博先生のお手伝いでブレンダーの講師をしたいと思います。教えてもらう立場なのにね、先生って言われるのは恐縮なんですけども、今日はどうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずブレンダーについてちょっと簡単に紹介したいんですけれども、ここ 2,3 年の間でものすごい広まってまして、というのもですね、ちょっとやっぱり YouTube とかで配信する人が増えたってのは多分一番の理由だと思うんですね。まずブレンダーの魅力いくつかあるんですけども、一番はやっぱりこのオープンソースで無料であること、誰でも無料で使えます。2番目が豊富な機能、ゲームに必要なものであればほとんど何でもできてしまいます。あともう一つが、開発速度が速くてどんどん新しい機能が増えているっていうところですね。なので今日はそのブレンダーを使って教えていただきたいと思います。これはあれですよね、 3D モデルを作るためのソフト。そうですね、はい、その通りです。はい、はい、キャラクターから背景からほとんど何でも作れます。へー。ということでちょっとブレンダーの紹介はこんな感じにしまして、ちょっと画面の構成を簡単に紹介したいなと思ってます。お願いします。まずこの一番真ん中にこの箱が見えてぐるぐる回しているところ、これが、ビューポートと言われるところで、ほとんど全てここの画面で作業します。物を掴んだりとか頂点を編集したりといったことを行います。次に大事なのがこのアウトライナーって言われるこの画面ですね。ここがですね、作ったものが、どんどん溜まっていきます。こんな感じで箱を増やすとですね、このビューポートにも箱が増えるんですが、このアウトライナーのところにもキューブ、キューブ001、002というふうな感じで物が増えていきます。次に大事なのはこのプロパティパネルと呼ばれるところですね。例えばその箱に対してどんなマテリアルをつけるのかとか、キャラクターであったらどんな骨が入ってるのかっていう情報はここになります。マテリアルって何ですか？マテリアルっていうのはですね、なんか物の質感とか、例えばこれは金属であるとか、これは赤いとか、これはガラスで半透明だとか、そういったものを表す材質感みたいなものになります。なるほど。これ現在のこの四角は何のマテリアルも入ってないってことなんですかね？そうですね、全く入っていないというのではなく、なんか標準のマテリアルが入ってるんですね。ちょっと今開いてみたんですが、こんな感じでプリシンブル BSDF とかちょっと分かんないことを書いてるんですけども、ベースカラーがちょっとこの白っぽい色であるとか、そういったことが設定されています。なるほど。あとはこのメインメニューと呼ばれるところ、一番上にこのメニューがあるんですけども、ファイルとか編集とかレンダーとかあるんですけども、ブレンダーの場合非常に機能が多いので、ここのメインメニューがいつも使うメニューではないんですね、実を言うと。でじゃあどこを使うのかっていうと、ここの下にあるビューポートにあるメニュー、これがその例えば今やりたいことに近いメニューになります。例えばこの四角に対して角を落としたいとか、そういうことになりますと、ここから触ることになります。このメインメニューはファイルの保存とか、大体それぐらいのことしかできないです。なるほど。アニメーションの時にちょっとしか使わないんですが、下にタイムラインと呼ばれるものがありまして、何秒後にどんな形になっているみたいなものをここで表したりすることができます。ツールバーと呼ばれるこのなんか十字キーみたいなものとか、回転するものとかあって、今何をやってるかによってコロコロ変わってしまうんですが、今このオブジェクトモード用の、ツールバーと呼ばれるものになります。まさにフォトショップのアイコンとかに鉛筆とかのボタンに近いと思います。僕がいつも使ってるペイントツールでもこういうやつありますね。 UI についてもう一個補足なんですけども、ちょっとこれは宣伝になっちゃうんですが、どうぞどうぞ。ゲームメーカーズというサイトがありまして、そちらの方でちょっと僕の方で一番最初のブレンダーの記事というのを書かせていただきました。ゼロからわかるブレンダー講座。そうです、全くのゼロからなんですけども、ゲームエンジンに持っていくことまでできるっていう、まさに今回やろうとしてることをもう記事にしてるってことですね。そうですね、ただゼロからで本当にゲームまで持っていくのは難しいので、キャラクターがもうすごく球体みたいな簡単なキャラクターに済ませてしまってるんですね。で今回の趣旨としましては、ちゃんと作り込んでるキャラクターが骨も入れて手足も動くような状態で持っていけるっていうところです。わかりました。ということで今回の一番最初のところに入っていこうと思うんですが、まずこの最初に作りたいものは、もういきなり結構複雑なものを作るじゃないかと思われるかもしれないんですが、プリミティブと呼ばれるブレンダーにもともと入っている丸とか四角とかですね、そういったものを並べて形を作るっていうところを一番最初に学びたいと思います。はい。そのためにちょっといくつか覚えておかなきゃいけない機能があるんですけども、例えばその新しいものを追加する、ちょっとやってみますね。 Shift A というのをやると、ここにメニューにいろいろ出てくるので、メッシュの中から UV 球とか選ぶと、ここに球点が出てきます。こんな感じで物を追加するっていうショートカットがあります。
同じような感じで削除するには X キーを押します。複製は Shift D です。まあ、ドラッグすると複数選択もできるので、そこで X キーを押すと削除って聞かれるので削除します。おー、なるほど。で、増やすときは Shift D を押すと、ちょっとこんな感じでもういきなり掴んだものを増やせる状態になります。すごい初歩的なことですけど、移動ってどうするんですか？この十字キーを触っていただけると、クリックしたものに対してこの十字キーが移動するので、このそれぞれ移動したい方向にこれを掴んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。回転も同じような感じで、まあ、この赤い軸に沿って回すときはこう青い軸、白い丸の中であれば全体的にこうグリグリっと回すこともできます。で、スケールするにはこのボタンですね。こんな感じで縦に伸ばしたりとかもできます。おお、はい、これだけでなんかさっきのウサギぐらいであれば作れるんではないかというところ。確かに、なんかいよいよ 3D をいじってる感が出てきましたね。そうですね、元に戻すと進むに関しては、まあ、他のソフトと大体一緒じゃないかなと思うんですけども、コントロール Z とコントロールシフト Z になります。こんな感じでちょっとまあこのウサギをちょっとこちらの方で簡単にさっと作ってみます。はい、でこの UV キューを押して顔ができましたと。でちょっと移動して、この薄く見えてる赤い軸と緑の軸、これがなんかその世界の中心みたいな感じなので、このグリッドがあるところが地面だと思うと、まあ頭なんで少し上の方がいいかなって感じで今上に持ってきました。で、次に同じように円柱を追加します。簡単にやってるように見えるんだけど、あ、いや本当に簡単なんで、ぜひぜひ画面を見てる皆さんもやってみてください。ちょっと体は小さい方がいいかなと思って、次足ですね。足も同じく円柱でいいと思うので、ちょっと円柱を選んでいただいて、まあスケールで全体的に小さくして、ちょっとまあ右足で、さっきの Shift D を押すとあれなんですけど、ちょっとこのまま今 Shift D を押していきなり右クリックしちゃったんですけど、ブレンダーって右クリックすると移動をキャンセルするんですね。これはマニアックなショートカットなんですが、 Shift D で移動してすぐに右クリックして自分で好きな位置に持っていくみたいなことができたりします。これもうなんかあれじゃないですか、某侍のロボットみたいな、なんとかなるそうですね今からそれに変更してもいいんですが、ちょっと怒られちゃうんで。次は Shift A を押していただくと、はい、メニューが出てきて、円柱、はい、でこれでちょっとちっちゃく、あれ、ちっちゃくするには、そうですね、そこのスケールボタンを押していただいて、ちょっとちっちゃくして、縦と奥行きを一緒に小さくしたい場合はいい方法があるんですよ。ちょっとアンドゥして戻っていただけますか。そこでですね、ちょっと上から見ると、そうですね、赤い軸と緑の軸の間に青い四角形があるんですね。あ、これですね、はい、それを掴んでいただくと、あ、なるほど、青い軸以外が動くっていうことになります。おお、なるほど。で、OK、これをくっつけて、であとは足を作る。足はこいつのコピーでいいんでしたか。そうですね、体のコピーでいいと思います。 Shift D を押していただくと、はい、動くので、ところでこいつをさっきみたいに、スケールとかのショートカットなかったでしたっけ。ありますね、物を掴んでる最中に S キーを押すだけで大丈夫です。で、回転が R、 移動が G。そうです、いっぱい知ってます。実はもうブレンダーを使えるのではってちょっとやったことあるんです。ただあれなんですよね、自分が普段使ってるペイントソフトと結構操作がごっちゃになるんですよ。そうですね、結構ブレンダーの操作独特で、しかもショートカットもものすごく多いので、あまり無理に全部ショートカットじゃない方がいいかもしれないですね。こんなもんかな。いいですね、はい、はい、できました。こんなもんでいいですか。そうですね、こんな感じでブレンダーを使えばもう簡単にこういう動物でも何でも作れてしまいますね。簡単じゃないですか結構しかもバランスいいじゃないですかこれ。そうですね、可愛いですね、この時点ですでに。そこそこ可愛いですね。ちょっと簡単に色だけつけてしまおうと思うんですが、色をつけるにはですね、マテリアルという機能を使うんですが、はい、あ、すいません、そこです、まさにそこです。頭とかを掴んでいただいて、そこの新規というボタンを押します。新規、おー、出てきた、なんか、はい、出てきましたね。で、ここでベースカラーっていうものがあって、ここで色をコントロールできます。今白になってるところですよね。はい、そうですね、今白になってるところを押していただいて、カラーパレットが出てくると思うんですが、おー、出てきましたね、はいはい、好きな色を選んでもらっていいですか。でも変わらないですよ。そうなんですよ、これは実はですね、ブレンダーの表示がですね、今あのモデリング専用の表示みたいな感じになってまして、色はあえて無視する、質感とかは表示しないモードになってるんですね。ちょっとブレンダーの表示を変えましょう。この画面の右上のところにある線でできた玉と白い玉と陰影を表現したような玉があるんですけども、今白くなってるところの右隣ですね、こっちですね、はい、おこれが質感を表示できるモードですね。
おお、早速こんなちょっと気持ち悪いキャラになっちゃいました。これもう体の色とかも変えられるってことですか、これで。そうです、そうです。わあ。以前作ったあの色とかをそのまま使いたい時ってあると思うんですけど、例えば腕も顔と同じ赤にしたいってあると思うんですが、すで、はい、にあるものを使うってことができるので、カラーパレットを触るのではなくて、今マテリアル02って書いてる、はい、ね、はい、左のところ、はい、そうですね、そこを押していただくと以前作ったものはここリストアップされるんですね。おお、これが顔の赤かな。そうですね、顔の赤だと思います。じゃあこっちも同じように、ここを顔の赤にして、足もそうしましょう。その場合は神経を押す必要はないですね。ここですよね。はい、ここで、あ、できた。人形ができました。こんな感じにして、基本的な形を組み合わせるだけで、結構なものが作れてしまうよって感じです。じゃあちょっとここからですね、ただこれだとあの丸とか円柱とか、最初からある形しか作れないので、まあ、この形をちょっと編集して、なんかもっといろんなものを作れるようになっていこうっていうところで、ちょっと次のセクションに入りたいと思います。はい。